あ、え、先輩通りですか？あ、多分その奥行ったら行けますよ。はい。あ、先輩、ちょっとこれ試してみていいですか？一本。あ、ライターあります僕。はい、ありがとうございます。簡単とだ、今捨てたろ。いいちゃう、これ捨てたろって今。今見たいお母さん降りてきた瞬間パッて捨てたの。いいちゃうって。じゃあ誰の。いや、これ先輩。いや、先輩って言ってんの、さっき。うん。で、その先輩はな。いや、トイレ行ってる。は？なかるたこの辺トイレなんか。ちょちょ、奥やったら山の奥やっていいよっつって。な、来らすよね、先輩も。え？先輩も来らすよね、ここにじゃあ。来るよ。たぶん。なんであんたが持っとってんだよ、先輩のが。いや、持っといて、言われたら。は？はーってしてみ、はーって。大丈夫？はーってしてみてよ、はーって。うん、タバコの匂いは千葉ってんた。え、どこだよ、何してないやん。分かるやん、もう手は手鍵やん。大丈夫。なんでじゃああんたが持っとったのお母さんが来た時にポーって捨てたんね。おかしかろ。いや、違うの、反射的に。何しよっと、何しよっと、大体何しよっと、こぎゃんとこで。じゃ別にいいやん、そんなこれ来るよ。来いんよ、誰も来。こっから上はもうじいちゃんばあちゃんの山しかなかい。なんでこぎゃん場所は知っとっと、あんたたちは。いいやん、そんな知ってんの。お母さん、しいたけところにお父さんがおらすけん。ちょっと行ってきたら、たまたまあんたたちがここおるもん。何しよったのこれ、あんた、あんた。いや、預かってたやつ、いいよ。5週間、あんた何やったの。いや、それ、俺のちゃうからな。先輩ね。なんで、じゃあ先輩は二十歳過ぎとっと。ねえ、20歳過ぎとっと。母じゃなかった、あんた。なんで俺が言われんの。意味わからん。なんで好きな人と一緒におっとかじゃ。知らんやん、そんな。は？先輩やから。仲いい先輩やん。な、食っとね、なら待っとく、お母さん。ねえ、って、もうマジで。もう、行って。どこおらすの？もう、って。なあ、なんで関係ないやん。関係あるよ。じゃもうえってマジ絡まんといて。なあ、やめてって。ほらすとよね、先輩こんかったらもうあんたので確定だけどね。じゃもう、じゃ俺じゃないやん、分かってるやん。なんでね、今から総括したかもしれんたい。だろ、マジで考えられ、もう確定ね、あんたね。何が確定やん。タバコ、自分は吸ってない、自分は吸ってないって言おった場合。吸ってへんもん。おかしからたい、人のタバコもあんたが持っとるて。
別にトイレ行くときも持っとかんでよかろ。自分でポケット入れていけばよかじゃないと。いや、持っといてって言われてたっけ。怒れへん、そんな理由は。帰ってこらすだろうね。もう帰ってくるって、もう行って、ガチして。じゃあもう行って、帰ってきてどうすんの。何を言うのなあ。だるいってマジで。帰ってや、通るでここ車。いやだけちゃんと避けとるの大丈夫。何言ってちゃんと邪魔ならんとこに避けてハザードもつけて止めてます。だってもう言ってて、ふざけんなよ。もうええよ、もう何でしかもここ来んの。いいからマジで言ってはよ。でもこれ俺のちゃうからな。ちゅう返さなあかんから。お母さんが返すなら、二十歳過ぎとるなら、うん、同じあんたと制服着た学生が出てくるなら没収どころか二人まとめて怒ってや。いやこれなんで俺が怒られんの。俺は持たされただけやん。は何、悪いことしようという認識ないと。別にもうダメなことでないと。なじゃあこれの持っとっただけでよかった。じゃああんた持っとって、はい、うん、この現場野球部の監督見られました、学校の監督先生に見られました。いやいやいや、何もないと。これでは、いや持たされたって言うもん。その時誰が信じるとか、バカ誰が。いや知ってないもん。だってさっくなよ。どこも怒れんの。知ってたら怒られるの分かるけど、今日これ来てびっくりしてバトルなんかもしれんけど、ここに一緒におっただろうと。あんたも一緒だよ。かってもう直接言うて。もうえってマジで。逃げ出したんじゃなかろうね先輩は。ここでこがなってから大きい声でやり取りしよるけん逃げ出したんじゃないとねって。この先道一本道じゃなかけん、抜け道あるよ。どうしてなんて言われるやん。ってちょっともうだるいって。何の時間やなお前。これはそうだろ。マジだろ。もうやめ野球。もうよかけん、タバコ吸ってよかけんやめ。ね。もうタバコ吸ってよかけん。ね、もうバイク乗ってよかけん、二人乗りしてよかけん。もう野球部やめ。もう疲れた、うん、もう早く帰ってて、マジで。いつまでおんねん。ほんと来らすとか。来るって来るかどうか分からへんの、ほんま。でも一緒にいたお父さんにとりあえず電話するえって、マジで。もしもし、今うん、あの椎茸ところから家に帰りよったもん。でいつもの道じゃなくて、あの山道の方から帰りよったらね、ちょうどあのもう下り切ったところのね、二股分かれとるでしょう。そこの陰でね、学生がねタバコ吸いよるかなってしゃがんどって、お母さんが横通ったら、いやいや広だったもんね。いや吸ってないって、うん、な言うなや、そんななあ。ほんでタバコ持っとったし、先輩と俺って言ったけどね。うん、だけど今そこ車止めてから説教しとったとこだ。そしたら先輩が今トイレ行っとらすとか言って、先輩がおらんけんね、ヒロちゃんが一人でタバコ持っておらすけん。うん、なんか先輩戻ってくれて言わすけん、私も待っとっとこだ。でもうん、どうだ。おう、なあ、あんたが降りてくる。うん、そう、あの山道の方から来ないよ。国道じゃなくて山道の方だったとこ。そう、工事現場の看板があったことだ。
ん、そこにおるようにするけん、ひろちゃんに。もうな、私は帰るけん、もう任せ、あんたに任せるけん。うん。いやもうマジで。とりあえずその先輩にタバコもお母さん没収したけん。はいはい。なるほど、もう任せます。うん。次は甘いことばっか言うたらいかんけんね、あんた。もう先輩もおるならもうほんと、二人まとめて、わーわー言うとこだったばって、もう。はいはい。はい。いや、お父さん今から降りてくってたけん。なんで言うん？は？なんで言うん？俺やってないやん。やっとらんにしてもタバコ持っておったっていう事実しか伝えとらん。知ってるやん、これ。タバコ吸っとらんか知らん。めちゃくちゃやん。はい、行け。あたっつぁ。とりあえず野球部やめろ。うっさい。だるいわ。よろしくねー。